どうも、ゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回は、スイングにおける腕の動きを覚えるための練習法、これを皆さんに伝授していきたいと思います。腕をどうやって動かせばよいかわからないんだけど、どうやって練習すればいいんですか？正解がわかりません。こういう質問本当に多いんですね。正しくない動きで練習してたら、余計悪くなっちゃうんじゃないか、こういう不安さえ抱えている方いらっしゃるので、ぜひこの動画を見ていただいて、正しい練習方法を見つけましょう。私、三谷は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいてます。皆さん、本当に感謝してます。ありがとうございます。そして、動画を見てくれている皆さん、今回は腕の動きの練習法。さあ、しっかりやっていきましょう。では、早速いきたいと思います。このボールを打つときに、どうしても、こういう感じで、右の肘、左の肘と横に引いてしまう。こういう方本当に多いんですね。この動作ではボールは遠くへ飛ばすことができないんです。ですから、バックスイングでは右の肘を折りたたみ、そして肘が伸ばされ腕が左に回転していく。この動作、この肘から先が左に回転するんですね。そこからさらに左の肘を折りたたんでいくという動作が必要になります。なので、この状態から、こういう動作ですね。で、これをさらに大きくしていくとフルスイングになっていくということですが、じゃあこれどういう練習をするかということなんですが、まさに今ボールを打ったぐらいの振りの幅のドリルをやっていただくといいと思います。ボールは打たない段階で動作を確認しましょう。構えたらバックスイングで右の肘を折りたたんでいきます。そして左の腕とクラブシャフトに角度をどんどんつけていきます。右の肘を折りたたむ、これをヒンジと言います。ここの角度をつける、これをコックと言います。言葉は覚えれたらぜひ覚えてみてください。このままこの位置まで上げます。気をつけてほしい部分は腕を使うんですが体が横に流れたりしないように必ず肩が回転してこの形を作っていくということです。ここから振り下ろしてきて肘が伸ばされていきます。その伸ばされた後腕が左側にくるんと回転していきます。この肘が伸ばされながら腕が左側に回転するというこの動作が非常に重要になります。で、この左に回転する際も、腕だけで振ると、肘がこういうふうに引けてしまいやすいので、さらには引けないようにしても手首を使ってしまいますので、そうならないように、打っていく方にお腹を向けるようなイメージでやっていくのが大事になります。構えた状態から、肘を折りたたみ、クラブを少し立て、コッキングも入れ、そしてそれがほどけていき、ボールを捉えるところに降りてきます。そのまま腕が左側に回転していく形になります。そして左の肘は少し折りたたんでいくという形になっていくということです。そしてこのドリルをやるときは、こんな感じで行ったり来たり、行ったり来たり、同じところを何回も何回も、ほぼ同じ振りの幅でできれば、おおむね正しい形と言えます。これが例えば、動きがバラバラになってしまって、ああ、一回仕切り直さなきゃな、というふうになるようだと、正しい軌道でクラブを振れていないということになります。ですから、ポイントとしては、同じところを同じテンポ、同じリズムで行ったり来たりできていれば、おおむね正しい形になっているのではないでしょうか。それを確認していくと、このままさらにスイングをしていけば、フルスイングの形になっていきます。大きく振っていけば、フルスイングの形が完成されていきます。ドリルをやったら、こういう練習場でボールを打っている際に、この練習を取り入れてやっている場合は、ボール打てますので、ドリルをやった後にそのまま、ショットに入っていけば、その動きが、ボールを打つ時の動きにだんだん反映されていく。こういう練習が非常に効果的ですので、ぜひやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。